神田川杯まであと1週間。泣いても笑ってもそこで全てが決まります。大丈夫なのだ。絶対に勝てるのだ。いろいろな人たちと試合をしてドレスはとっても強くなったのだ。だから安心していいのだ。幼少期私は孤独でした。四十院家の名に恥じぬように常に気を張っていたこともあり、同級生は私に寄りつこうともしませんでした。ですが黒丸だけは話しかけてくれましたね。あの頃のかぐや様はあまり楽しそうじゃなかったのだ。他人に対して壁を作っていましたから。でもジェットレースをして新しい友達もたくさんできたのだ。ええ、そうですね。黒丸、私は手応えを感じていますわ。ジェットレースでいい試合をすれば多くの人の心を動かすことができると。そうなればジェットレース部もなくならないのだ。ええ、お父様も説得できるはずです。あ、かぐやさん、お久しぶりです。あなたはここで何をしてるの？今は朝女の練習時間よ。そうでしたか。別に邪魔をするつもりはありませんでした。なんだか最初に会った時みたい。そうだね、立場は逆だけど。あ、そうだ、かぐやさん、満腹黒丸さん、ジェットレースで勝負しませんか？これから練習なのでは。私たちあの頃に比べたらとっても強くなったんです。それをかぐやさんに見てもらいたいなって。おい、リン。構いません。私もあなたたちとの勝負で確かめたいことがあります。確かめたいこと？なんだかわからないけど楽しいレースにしましょうね。下流域浅草橋、夕日の光が河川敷とともにジェットレーサーたちを照らします。水路は広くシンプル、カーブに特徴はありはするけれど基本を備えた試合運びは必要。
この速さについてこられますか？よし、当てちゃうのだ。どうぞ。後ろから来てるのだ。どうだ。大丈夫ですか？全力で加速します。この速さについてこられますか？必殺技、打てるぞ。当てる。スカイサイズ。行くのだ。よし、当てちゃうのだ。今がチャンス。立て直す。ゴールだ。これは驚きました。思っていた以上の成績。私に勝とうなんて無謀な考えです。私に勝つのは当然の結果です。強いな。これが今の私たちの実力だよ。神田川ジェットガールズもとっても強かったのだ。こんな短期間に実力を上げるなんてすごいのだ。でも負けは負けだよ。悔しいな。やはり私の目に狂いはありませんでしたわ。え？以前レースをした時にあなたたちから感じたのです。私に足りなかったものをもう一度勝負してみてはっきりと分かりました。それはジェットレースを心から楽しむこと。以前の私にはそれが足りなかった。でも今は違います。私たちもジェットレースを心から楽しんでいます。かぐやさん、ナミキさん、アオイさん、神田川杯決勝でお会いしましょう。きっと今までで一番楽しい試合になるのだ。
ああ、約束だ。大会までまだ1週間あるもんね。かぐやさんたちに負けないぐらい強くなるから楽しみに待っててね。神田川ジェットガールズ、大会では強敵になりそうですわね。絶対に負けられません。残り1週間みっちり練習いたしましょう。もちろんなのだ。頑張るのだ。黒丸、どうしたのですか？すごい熱ですわ。大丈夫なのだ。ちょっとフラッとしただけなのだ。やはり無理をしていたのですね。無理なんて知ってないのだ。まだまだ頑張れるのだ。黒丸！やったー！毎日特訓